バイクに乗る。行け、後ろからついていく。今パック語りと話してる。助けが必要みたい。つないでくれ。いや友よ、イタカワで問題が発生した。お前たちに聞いてみろとボーマンに言われた。我々は助けを必要としている。カルテルの犠牲者が増えていて、ユリとポリトの恐怖に心を折られている。革命の炎が燃え尽きようとしているのだ。前置きが長いぞ。何をしてほしいんだ。もうすぐその地域をカルテルの補給車両が通る。それを確保してくれれば、我々の必要とする物資が手に入り、資金が上がる。できるか。任せておけ。カタリの部下になった覚えはないんだが。まあそう言うな。あいつが俺たちに頼る。すれば頼るほど見返りも大きくなる。貸しを作っておいて損はない。民間人に注意しろ。間違って撃つなよ。ターゲット発見。Wey, me acabo de
tatuar una serpiente en la espalda. ¿Qué, putito? ターゲットは防御した。待機する。戦闘準備完了。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。5人目のターゲットがいる。敵を捕捉したが、近くに民間人がいる。敵を捕捉、あの地元住民の近くだ。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。待て、奴らに見つかる。シカリオがいる。見えない。土のうのあたりだ。Manténganse en alerta máxima. ユリとポリトに捕虜を送ってるユニダットの司令官に関する資料だ。そいつなら二人の居場所を知っているだろう。ユニダットの支援基地にいるようだ。A todas las unidades, comiencen el ataque. しっかり捕まってろ。
テルのメンバーが一人いる。どこだ？ヘリの付近だ。ドローン準備完了。新手の敵だ。3人目の敵だ。隊長を確認。またいた。あいつで5人だ。奴ら怒らせちまったみたいだ。エルザ SMN25 ゴブランセ。くそ、奴らに見つかった。サンタブランカの表彰メダルだ。シカリオが悲しむな。よくやった。片付けて先に進もう。ポリトのガレージが分かった。そこに止めてあるスポーツカーを奪うぞ。 GPS が2人の居場所をつかむ手がかりになるかもしれない。後で反乱軍が取りに来れるように物資に目印をつけておこう。岡の葉が掘られてる。悪くないな。フエンテスというユニダットの隊長がユリとポリトと仕事をしていることが分かった。フエンテスを尋問して情報を引き出して。俺が操縦する。
行っていいぞ。スナイパーだ。塔の上にいるぞ。ユリダットの支援基地だ。ここでユリとポリトに連絡をしている司令官を探す。ターゲットを死なせるなよ。了解。フワ、撃つぞ。コビン殺せちまったな。運転する。そうそうそう、行こう。絶対に喋らねえぞ。ああそうか。だがあのサディスト二人が相手じゃ、次に天井から吊るされるのはお前かもしれない。俺たちが始末すればお前も安心できるぞ。いや
密告はしない。とにかく君が悪い奴らだ。それからイタクアにはいない。なら呼び戻せ。何か理由をつけてな。ああ、ポリトか。羊の準備ができた。羊だ。Actividad enemiga en la última posición conocida, intentando retomar contacto.注意しろ。中の者がいる。反乱軍の役に立つ。心配するな。待ってろ。ずいぶんと待たせてくれたな。Hemos localizado la última posición conocida del enemigo. Pero antes aparece. よくやったな。反乱軍に回収させよう。やつのことは構うな。こっちは片付いた。エルポリトの使用者。やつらがイタクアに戻るとなると、あとは具体的な場所を割り出すだけだ。ユニダットが引き上げる。もう大丈夫だ。
敵が近くにいる。注意しろ。おい、ガルデルのメンバーがいるぞ。ターレットのあたりだ。ドローン飛行中。また敵だ。このガレージだ。ポリトの車を見つけたら知らせてくれ。了解。3人目がいた。あなたのどこだ。やつで5人だ。配置につく。合図をくれ。蜂の巣をつついちまった。俺たちがいることに気づいてる。静かにな。¿Quieres dar sus tiros, pues? ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen! ¡Cochín y me cate! ¡Son tan chingones! ¿Por qué se esconden? Ya sacamos la pinche guarida de esos güeyes y no hay nada ahí. Vamos a seguir buscando y dar con su pinche rastro. Jumbi, 攻撃開始. Mirko. Yatsu はおしまいだ. Yatsu らが逃げるぞ.
コンタクト、トラックの横だ。敵は死んだ。奴らこんなもの作ってるのか。反乱軍の無線局を復旧しに行くか。停止した無線局の位置情報だ。あった、ポリトの車を発見。洒落た車だな。でもダッシュボードに血のついたゴムみたいなのがある。2つもということはユリとポリトの車だな。持ち主は誰であれいい車だ。カルテルの奴らの趣味は理解できないな。高い車にクロームのホイールをつけて汚い街中を走るなんて。とか言ってお前も欲しいくせに。汚い道をいい車で走って楽しいか。エアコン代わりだ。ここからはボーマンたちの仕事だ。 GPS からユリとポリトが隠れていそうな場所を割り出してもらう。